お疲れちゃんです、ラットです。だけど今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらのメガナイトウォールブレイカーやっていきたいなと思います。まあ僕の大好きなメガナイトウォールブレイカーの、まあ、現環境バージョンがねすごい強いらしいです。なんか海外のプレイヤーが作ったのかどうやらで、なんかツイッターでね、結構騒がれてた、まあ、デッキなんですけども、これインドラがねまあ珍しいかな。基本的にはメガナイトウォールブレイカーよくマスケコウモリだったり、まあ、最近だとマザネックプラスの、まあ、コウモリなのかわかんないけど、まあなんかそんな感じだったんですが、インドラがね、入ってきました。まあ、インドラはね、単体にね、バカ強い。単体用ですね。もう、ジャイとかゴレとか、ロイジェイとか、まあ、単体系のね、硬いニットに強いんですが、マザーネクラはね、まあ、その逆で、範囲とか小物にバカ強いんですよ。なので、このマザーネクとインドラの相性がいいんですよね。この2枚入れてるだけで相手の小物系に、幅広く戦える、かつ空にもね、戦えるっていうので、うわエリファバ強っ。オッケーオッケー。このインドラマザネクのコンビがね今すごい強いらしいです。まあそして当たり前にねエリババも添えられてます。さあ、まあマザネク出してあげてエリキを豚にしてあげましょう。でこれエリキを裂いてるんですよ相手。だからインドラプラスのこれが普通にねきついと思うんですよ。でまあどうせなら逆サイドもねちょっとプレッシャーかけてあげようみたいな。この受けはね結構めんどくさいっすよね。まあザップだけ打ってあげて、まあまあまあ逆サイダメージ入ってるんでこんぐらいはね共有しましょう。でウォールブレイカーこれ釣ってもいい気がするけど、これをもしねプリンスとかで受けられたら単純にそれが止まんないので、ここは一旦ねメガコンも共有します。よろしくの圧がすごいんだ君。よろしくよろしく。もう十分だろ。もう十分やろ。何のよろしくやねんと。さあ、いうことで、まあ、ここはね、低めに受けてあげましょう。相手が、これ、ラッキーですね。ウォールブレイカーにエレキ使ってくれたので、このインドラも最強です。本当に最強です。で、相手はこのインドラをやるのに、もうメガゴプラスのファイボとかザップしかやれないんですよ。だから、オッケーオッケー。いや、これ、形作ってあげれば、よろしくよろしくカウンター。で、まあ、ダークプリンスとかで受けてくるのかな。さあ、まあ、ユニットで受けてくるのか。これもねタイミングをずらして追加しまくってあげて、あーうまいな防衛が急に。いやそれはいい防衛されちゃいましたね。でこれダークプリンスとかで、うんちょっとやばいっすよね。ちょっとやばいっすねいや結構やばいっすよね。結構やばい気がするが、さあ逆サイクル、まあこれはびっくりで、相手があのエレキなのでここでメガナイトで蓋してあげれば OKOK。 相手のエレキがね届かないんで、よしよしよし。で、ここユニット対決勝たしてあげたいですね。メガナイトが残ったら、それだけで相手きついと思うので。で、裏になんかユニット、来るのか来ないか。さあ、もう一枚来た時に豚にしたかったのに、マザネクが、のんびり歩いてんじゃねえよ。よし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 。まあ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 、よろしくの圧がすごい、最初から最後まで。オッケー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 。エリババ、今回出したっけな。途中出してましたけど、この、効果力、まあダメージ出せるユニットが、今回インドラとエリババいるんですよね。そう、基本的にこういうなんか効果力ユニットってデッキにまあ、ほぼ1枚しか入ってないことが多いんですけど、1枚も入ってなかったりね、大型止めるの大変じゃないみたいな、まあデッキもあるんですけど、2枚入ってるので、まあどっちかを抑えても、どっちかでね、簡単に抑えられるっていうのが、まあこのデッキのね、使いやすいところでもありますね。さあ、まずはネクロで、まずは豚をね、組んでいきます。基本的にまあインドラとかユーノとか出して、基本的にその辺出して、まあ相手が攻めてきたところをメガナイトで踏んでカウンターが理想かなと思います。さあ無駄ディガー、いやこのさタイミング合わせるのむずいっすよねさあバルキリーフキア、バルキリーフキアウォールブレイカーでしたね。なんか超高回転ウォールブレイカー的な、うわすんごい。これあれだな、なんか昨日か一昨日ぐらいに動画出したやつじゃないね、俺のじゃねえけど、どっか拾って、あ、違う、ボームタワーだ。さあ、LSP も入ってる。これはインドラが、あ、インドラ、さては、これあの、あるある、事故りましたね。インドラ出たわ、一歩まず折れる。で、これ多分、ね、精神的にいかれてると思うんですよ、僕の予想は。オーケー。さあ、いかれてましたね。
というわけで、まあ、インドラ暴走でしたね。今回リババは出してなかったですが、まあ、今みたいに相手が攻めてきたところを、カウンターがね、これが理想の立ち回りですね。相手のユニットに対して、さっきはバルキリーですね。に対してインドラを合わせて、まあ、ユーナでもね、まあ、手札にあったらユーナでもマザーネクラでもいいんですが、攻めてきたところをメガナイトで踏んでカウンター。これがマジで理想です。それまではマジで、ウォールブレイカー飛ばしたり、ユーナ飛ばしたりとか、まあ、しとけばいいんですよ。一応これしといて、相手が攻めた時にカウンター。で、ゴレだった場合は、ケツゴレされたら、真っ向勝負しても、後衛がね、残るか残らないかの対決、基本的に勝てないんですよね。まあ、なので、逆サイに僕も食います。お互いに組み合いっこします。逆サイドにね。で、メガナイト、まあ、マザネクとか組んで、相手がね、完璧にかん、形組めないところを、ゴレをね、インドラでも持ったり、エリボブでも持ったり、まあ、みたいなね、一時交換でもいいと思いますね。まあ、そんな感じで。さあ、エリババは、なんなら脳死で投げちゃいたいぐらいね、このデッキは、火力高いやつがいっぱいいるというか、なんでも守れそうな気がするな。さあ、ユーノか、これ暇なんでザップ打ったらユーノ勝ったりしねえのかな。いや、負けるんかい。しかもこれあれなんですよね。多分一発入るんだよな。ああ、一体だけね。一体だけね。まあ、同じようなデッキっぽいけど、ちょっと違うな。ファイボーマザネクのユーノでしょ？まあ、メガナイトエリババのファイボー型か、もう一個は陸で攻める神器デッキ。まあ、残りムートとかエリババとか、メガナイトが入ってないけど、陸ですごい攻めるデッキのどっちかだと思うんですけど、ロイジェはないな、ユーノいたしね。さあ、なんだ？ここでわかるな。インドラ？インドラ？ちょっと待って、一気に崩れた。インドラ？どっから来たき？ファイブ来んのかな？さあ、ファイブ来る。インドラ？なんかメガナイトラムの、ファイボバージョンとかはまあないこともなさそうだけど、レアすぎるよな、そこまで行くと。いや、でもっぽいな。マジでメガラムのファイボタルバージョンっぽいっすよね。いや、マジでっぽいな。いや、なんならそうでしか考えられないよな。さあ、いや、メガラムですね。さあ、なので、まあまあ、ここはもう攻めたらまた、攻めた方がメガナイトで踏まれるっていうね、サイクルになるので。ここはちょっと攻めずにね。あれ、踏みてえな。踏みてえのに踏めねえんだ。そう簡単にはいかねえ現実。つらすぎ。いや、エレキ強え、マジで。で、ザップとかも使って、ここ勝たないともう負けですからね、僕。あ、負けです。いや、マジかよ。さ、今の、わかります？メガナイトで踏みたいのに、ああ、いいメガナイトだ。この、入ってこないやつね。たまにやるっすよね。いや、そこ入ってきてっていうね。いや、届かんっていうやつね。いや、メガナイト。あは、ボコボコにされちった。これはどうなんだろうな。インド作でしょ？インドラの位置を僕は右下に多分出したんですけど、あれはね、キングラから出せばちょっと良かったのかなと思います。さあ。いやー、ちょっと勝ちたかったな。勝ちたかったけど、届かなかった。届かないならもうどうにもできないですもんね。なんか捨てればよかったか。ユニット、もう一体、ディガーとかで、もう一回、下の方にメガナイト引きつけてから遅れてメガナイト、プラスのザップ防衛もね、ありましたね。そっちの方がよかったかもしれないな。ちょっとメガナイト、足が短い足が、もうちょっとだけね、もうちょっとだけ欲しかった。さあ、ベビードラヒースピーとなると、ゴレエリババライドラが今だと考えられますね。さあ、ゴレですね。ヒースピー、あーだと思います。ゴレなので、まあ、ここはライドラがね、ぴょこん、ぴょこんって出てくると思うんだけどな。ライドラ出てこないのかな。さあ、ライドラ5コスです、皆さん。ってことは今、相手のコストは5コスしかないです。ってことは、エリババの防衛が大変です。いや、俺が大変や。マジで。俺の方が大変や。あのライドラマジでキング起動したかったな。あ、でもここは、相手がね、いい攻めなんですよ。今僕、マザーネクロとかで防衛しようとしてて、防衛しててもね、多分防衛できなかったんですよ。けど、メガナイトがいるんでね。オッケーオッケー。これさ、ウォールブレイカー行っちゃえば、これだけできついですよね。ドゥドゥン。ドゥドゥン。まあ、トルネ使ってくれたら、コストがないんでね。言うので攻めちゃって、右のナンバーはね、
痛いけど、痛いけど、我慢。よし。よし。まあまあまあ、そこそこダメージきましたね。で、こっからですね、ケツゴレされた瞬間にインドラを同際合わせても、ゴレの後ろにライドラ合わされちゃうと、もう無能くになっちゃうんですよね。まあ、なので、僕は、ゴレとは逆サイドをね、積極的に攻めていきたいですよね。で、攻めて、相手がコストいっぱい使ったところを、インドラだけだったり、エリババでね、守れるのが理想かな。さあ、ボンバー来たので、このマザネクは捨てるんですが、この、神座なのかわかんないけど。いや、いい。さあ、で、マザネクがタゲ取ってる。いや、これなんですけど、逆僕、キング、行くしかないんですよ。でも、相手もこれキング来るな。さあ、もう気合のね、防衛をします。で、守りすぎても死ぬので、守りすぎないぐらいに守ります。よし。で、ここで、ユニット追加。あー、そっちがいいのか。エリババは強えな。エリババ強いですね。まあまあまあ、これで、相手が防衛にエリババ使ってるので、っていうね。この流れですね。で、このまま、僕は右側ね、カウンター行きたいですね。で、ガンガン行っちゃって、ガンガン行っちゃって、ガンガン行かなきゃ苦しくなる。さあ、ザップを、ハサミ？オッケーオッケー、一生インドラ生きてますね。そして、なんと、熱い。いや、これさ、エリババで、溶かしながら、ウォールブレイカーでプレッシャーかけて、ディガーでね、本命。さあ、ウォールブレイカーも入ってく。なんか、ちょっと難しいですけど、僕はメガナイトもうちょっと前にね、パッて出してもよかったかもしれないですね。マザーネクラが残ってたんですよ。左側の前の方でね。あれ、ちょっと無駄死にさせちゃったのがもったいなくて、ケツメがガン無視されてたらワンチャン負けてたので、でも、ゴレと同タイミングだったら、逆サイケツメがで形組んだ方がいいですね。真っ向勝負しても多分勝てないと思うんですよね。相手がライドラ型だったら特に。そうそうそう、ライドラトルネでね、全部いかれちゃうので、なんか逆サイ、お互いマジでキング狙ってんなっていう試合になるのがいいですね。そしたらお互いやっぱキングは守らないってなるんでね。キング取られたら終わりなんだね、このゲームは。っていうところで、なんか駆け引きがね、生まれてきます。さあ、アイスイズゴボリーゴボリアイスイズゴボリーゴボリアイスイズゴボリーゴボリゴボリです。あれかな？あれ、名前忘れた。ゴーグルの人です。さあ、エレジャイです。で、これは、ケツメガです。このメガナイトで、相手のこのゴボリね、回収しつつ、形を作っていきます。で、なんならここで、相手がエレジャイとか使ったら、もう逆サイエリバを走らせばいいんですよ。よし。さあ、ここですね。なんならセパってもおもろいのかな？いや、ここは、あえてこっちに行って、あそこのアイスイズを潰しつつ、ダックプリがまあどっかに、うわー、いい受けだ。いい受けだ。いい受けだけど、ここはね、さすがにエレジャイ溶かせるから、ちょっとウォールブレイカーで攻めちゃおう。あ、でも、俺のこのエリババがこんなすんなり行かれると、ちょっとね、話が違いますよね。大事な大事な、優秀なエリババくんなのに。で、これ、左側 U の行っちゃうと、キング起動されちゃうんですよね。でもこっちだとキング起動しにくいんですよ。してもいいんだけど、1900まで受けてると相手もね、わあ、キング起動ちょっとしたくないなーっていう気になるんだね。右側で受けました。さあ、で、またゴボリは、基本的にメガナイトで受ければいいと思います。ゴボリがいないと、メガナイトの受けが普通きついんですよね、相手は。まあでも今回に限っては、エレジャイがいるからな。さあ、エレジャイで受けてくる。まあ、ここはまあ溶かせるっすよね。溶かせれば別にいいからな。まあ、もしトルネ使ってきても、まあ言うて、ほぼ瀕死。よしよしよし。で、もしかしたら2周目とかがね、来たりするんでね。まあここは後ろから行って、またカウンターをね、狙っていきます。で、エリババ、これどっちつけようかな。逆サイつけたいけど、これはなんか同サイでも普通に守れなさそうな気がするんですよね。で、もうブッパっすよね。ブッパ、いろいろいるんでね。さあ、ウォールブレイカーとかも走らせてあげて、
このメガナイトの後ろがね、普通は止まんないけど止められる。いや、めっちゃ綺麗に止まっちゃったな。で、まあマザネク出すでしょう。右側はさすがに削りたいんですけど、相手もね、こうなってくるとやっぱめちゃくちゃ警戒するんですよね。だから、一旦左側ね、そこそこに攻めます。そこそこに攻めて、いや、メガゴ強えな。防衛させて、って感じかな。さあ、インドラ出しちゃおう。で、逆サイ来ても、まあ、守れるでしょう。さあ、マザーネクロ出してあげて、あとは後ろにエリババなのかな、これは端前にエリババなのかちょっと悩みましたが、でトルネ使った、ここはカウンターのカウンターエリババですね。でさあカウンタースタートですね。ちょっとザップとか打ったらさ、タゲたまたま、いやー変わんねえか、いや変なザップした、変なザップしちゃった、やばい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 よやばいよ、何やあのザップ、よしよし。まあ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 、いやでもこれ、端前やばいな。端前来たら、ちょっとピンチなんでね。もう溶かします、溶かします、溶かします、溶かします。やんな、溶かせないんで、もう攻めます。攻めます。攻めます。攻めて、相手にライトニング使ったら、これ守れないと思ってくれないと、僕は負けるんでね。うわー